宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。建築基準法上の道路とは、大きく分けて幅員4メートル以上の道路と幅員4メートル未満の道路の2つに分けることができる。幅員とは道路の幅のこと。幅員4メートル以上の道路については公道だけでなく、市道であっても特定行政庁から位置の指定を受けた道路、つまりここは建築基準法上の道路ですよと指定を受けた道路は建築基準法上の道路となる。また公道として2年以内に事業が施工される予定の道路で、かつ特定行政庁が指定した道路、いわゆる計画道路も建築基準法上の道路となる。一方4メートル未満の道路については、建築基準法が施行された際に現に存在する道路で、かつ特定行政庁が指定した道路、いわゆる二項道路は建築基準法上の道路。言い換えると幅員が4メートル未満の道路で特定行政庁が指定していない道路については建築基準法上の道路ではないので注意しましょう。